こんにちは、沼です。パワプルアプリやっていきます。今回は四つどもえスタジアム実際にやってみたいと思います。さあどんな感じなんでしょうね。四つどもえスタジアムへようこそ。四つどもえスタジアムは4チームに分かれてスコアの総数を競うチーム対抗戦だよと。で、好きなチームを選んでイベントに参加してねと。で、遊び方についてはお知らせの方にある通りですね、4つのチームに分かれてチームのスコアを競う。2日目から分取り試合が発生します。で、最終戦でランキング1位のイメキャラは別バージョンが制作されますと。最後にボーナスキャラをデッキに入れてボーナス付き選手を育成しようと。で、ボーナス付きの野手の方は特攻を作ってありますので、まだ特攻を作られていないという方、ぜひぜひ過去のサクセス動画からイベント特攻野手作成の動画を見ていただければと思います。で、閉じる。どこがいいかなって感じですね。欲しいキャラとしてはやはり友澤進む、山口、このあたりが変わってくるといいですけどね。すいません、ちょっと風邪気味で喉ガラガラですが。で、報酬確認しましょうか。エントリーすると PR のイメージイベキャラを獲得できますと。で、チームランキング順位に応じて獲得できる報酬ですと。で、エントリーが早いほど報酬が豪華になります。で、僕はまだエントリーもしてないのでどうなるんだろうな。で、チームランキングの順位に応じて獲得できる報酬ですと。細かく内容はこちらに書いてあります。この2つですね、赤い枠の。で、累計報酬がずらーっとこんな感じですと。そうだな、 SR30% ガチャ券もしくは天才届けくらいまでは行きたいですね。で、最終戦。SR ガチャ券くらいは行きたいですね。というイメージでいいと思います。どうだろうな。進むくん変わってほしいけどな、できたら。いや、友沢かな。友沢でいいかな。友沢でいいっすかね。山口とかにした方がいいかな。楽しそうだしな。まあ、いいか、ともさて。はい。試合を始める前に1回戦のお題を発表するよと。アンダー戦。シングルヒットか。さあ、行きましょうか。シングルヒットね。同点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で、もううまく打てました。この後に控えているのは瀬戸。120しか取れないのに。高校チーム追加点のチャンスを迎えました。今日早くも3回目のチャンスを迎えます。クリーンヒット、今シングル打てました。さらに点追加、タイムリーヒット。高校チーム、ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で角井。今日はセカンドフライとセンターフライ、空振り。第3球を外角低め、空振り三振、生田。お、やばいぞ。高校チーム、ここは爆速ストレートを このピッチャーサクセスで作っていまして、公開後かな、おそらくこの動画の。ほんとつい最近バンプで作ったキャラですね。ぜひぜひ、見たいという方は見ていただければと思います。ちょっと事故ってしまったので、まさか先に出てくると思わなかったの。ピッチャーはトップ作ってないんでね、ボーナスパーセントあるやつをとりあえず積んだって感じですね。で、アンダも三振も完璧に来たけど、どうなのこれ。で、
アンダセンってなんだこれ。いいんだよな。あ、いいんだよな。ちょっとわかんないですね。アンダ。コツ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 アンダしたんだけど意味ないのかな。ちょっと一発打ってみましょう。ああ、アンダーなんだ。ヒットですね。130入ってたしな。ストライク。タイミング合いません。投球これから2球目。ちょっと早いか。センターへのフライ。センター飛びました。さあ、追加点のチャンスを迎えました。今日2打点を挙げています。第2球投げた。これは見送ってボール。カウント1ボール1ストライク。投げた。ライナーライト前クリーンヒット2塁セーフ。うん、まあアンダが一番やはりもらえますね。120。先攻チーム何としても得点を挙げたい9回です。今日はアンダを放っています。小宮高校チーム、ここは何としても抑えたい場面。アウトコース低め空振り。さあいよいよあと1球打った。ファール。次は4球目投げます。内角低めいっぱい見逃し三振。うん、うまく三振取れましたね。っていう感じなのかな、イベントは。ちょっと待ってください。今報酬がどの辺なんだ。 VK、 もう3万か。2試合で3万。天才届までは20試合ぐらいかしたら、はい、まあ、サクッといけそうですね。で、チーム内ランク。おお、なるほど。PSR ガチャ券。SR5000 円以内。うん、なるほどですね。ま、試合ですね。とにかく。なんか、徐々に対戦相手、レベルアップしてきてるな。いやー、ショート捉えた。スリーアウト。高校チーム追加点のチャンスです。第1打席はフォアボール。投げました。ヒット。ライトバックホームラン。ヒットを放ちました。うん、本当にコツ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 安打して試合に勝つだけですね。6回です。ノーアウトランナー2塁。初球落ちました。噛みました。ワンアウトランナー2塁に変わります。高校チームダメ押しのチャンスを迎えました。投げました。おお、暗黒セーブ。第2球投げました。クリーンヒット。あー、やばい。三塁回った。ツーベースにしてしまった。三塁だとツーベースどころか。6対0。うん、試合はこういった形でしょう。てかスコア結構くれたな。うん、スコアの表示がかなり小さくなって分かりやすくはなりましたね。うん、3試合ありましたが、イメージ的には本当にコツ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 安打して進んでいくのがいいんだと思います。で、イベントオーダーか。僕の方は、イベントは野手だけ作ってます。で、サードの子は、どこかのサクセス動画で作ったキャラを1人入れてるので、1人だけ 12% という感じですね。で、投手の方も、サクセスで作ったキャラタッチって感じですね。で、こいつが噂の総編31くんです。ぜひぜひまだ動画見られていない方は、過去の動画から、もう最近なんでね、本当に出したの。おそらく、この動画が上がる前の日、もしくはその前々の日ぐらいに動画が出ていると思います。
いやもうこいつの変化回はとんでもなかったんでね、ぜひぜひ見てください。で、そうですね、四つどもえスタジアムに関しては本当に以上じゃないでしょうか。特に特筆するべきところはないですね。コツ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 サクセスでボーナスパーセントをついた野手投手を作って、あとは試合をしていく形ですね。で、新しいお知らせが石井のキャンペーンとガチャが来てますね。もうすぐ2周年ステップアップガチャと。で、どういうガチャなんだこれ。簡単にさらっと触れていきたいなと思います。千谷説と暁守と神楽坂八島が復刻のガチャですね。失礼しました、風がやばいな。初回2回3回4回5回目以降で内容が変化するお得なガチャになっています。初回は30個、2回目は40個でPR 以上のイベキャラが出現で、3回目が SR のイベキャラが確定で出現、4回目が千谷説、守、神楽坂、八島、バナー内のキャラですねが1人 SR で出現しますと。4回まではいいんじゃないかな、引いても。で、僕は神楽坂の PSR 以外はおそらくいらないので、今回のガチャはスルーかなーというところですね。で、5回目以降が SR 率アップのバナー内のキャラ PR 以上1枚確定という形になってるようですね。で、小ガチャの方がバナーキャラのみ出現と。うん、守るだけ出るならちょっと引きたいけど。で、設定ちゃん精神的支柱と不屈の魂、マインドブレーカー、脅威の切れ味、電光石火という形ですね。うん、そんなに悪くないガチャだとは思います。ただもうキャラが揃ってる方はいらんかなと。うん、そうですね、暁守と神楽坂は超一線級のキャラなので、まだ SR 手持ちいないよという方は引いてもいいと思います。それくらいか？ガチャ。ハッピーマンデーもやれるけど。ガチャ3個。すごい、もう騙されてる気しかしないな。どうしようかなっていう感じですね。うん。他になんか目新しいもんあったかな？うん、そんなもんですかね。はい。ですので、四つどもえスタジアムに関しては、繰り返しになりますが、サクセスでイベントボーナス付きのキャラを作って、コツ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 1回戦はアンダーを積み重ねていく形になるんかなという形ですね。で、累計をまあしっかり取り切って、あとはランキングですね。狙われる方は SR ガチャ券、PSR ガチャ券しっかり狙われてという形になっていくと思います。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また Twitter のアカウント名とまとめサイトの直リンクをコメント欄に書いておきますので、もし遊びに来ていただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。